エフフィミア・アガフィア、セミオノブナ・グルシェツカヤは、モスクワ・ロシアのツァーリ・ヒョードル三世の最初の日。アガフィアは、貴族セミオン・ヒョードロビチ・グルシェツキーとその妻マリア、イバノブナ・ザボルフスカヤの娘として生まれた。グルシェツキ家は、ポーランド貴族の家柄で、ヨガイラ王の騎士を務めたマチェイという騎士を師祖とする。西欧文化の影響が強いポーランド貴族の血を引く、アガフィアは、ポーランド語、 フランス語、ラテン語を自由に使いこなし、また、西洋式の生活様式に馴染んでいた。またアガフィアは、チェンバロを演奏することもできた。アガフィアは、天界の天使のように美しく、また親しみやすい人柄でもあった。彼女は1677年から、母方の叔父セミオン・ザボロフスキーに引き取られて暮らし、この叔父は、アガフィアを結婚させまいと考えていた。 1680年、ツァーリ・ヒョードル3世は、宗教の模様仕事の最中に、アガフィアを見かけた。宗教劇の最中に、魔女の登場シーンでアガフィアが恐ろしがって気絶すると、ツァーリは、アガフィアの前に飛び出して、彼女を抱き止め、そして一目惚れした。ヒョードル3世は、アガフィアの叔父が名を結婚させたくないと思っているのを、知りつつ、 アガフィアを含む未婚の娘たちを召し出して、伝統的なツァーリの花嫁コンテストを開き、このコンテストでアガフィアを妻に選んだ。1680年7月18日、アガフィアは、ヒョードル三世と結婚した。アガフィアは、夫の改革志向に共鳴していた。後妃、アガフィアは、ツァーリの母の実家、ミロスラフスキー家と、その支持者たちが、 政治に介入してくることに反対していた。ヒョードルの母の親戚イヴァン・イリーチ・ミロスラフスキーは、アガフィアの悪口を言い立てたが、これが原因で、揉め事が起き、ヒョードル3世は、ミロスラフスキーを処罰した。アガフィアの姉妹は、公爵家に嫁ぎ、いとこたちもヒョードルによって、上級貴族に取り立てられた。アガフィアは、天使のような皇妃と呼ばれていたが、 実際に夫に忠実で愛情を深い女性であり、民衆の福祉工場に熱心だった。アガフィアはまた初めて、ロシア宮廷に髭を剃る習慣と西王の服装を持ち込んだ。また、人前で髪を露出し、西王式のドレスを着た、最初のロシアコーヒーであった。1681年7月11日、アガフィアは、王家の四次となる息子、イリアを出産したが、 出産が原因で3日後の7月14日に亡くなった。その7日後、生まれたばかりの息子イリアも亡くなっている。愛妻を亡くした、ヒョードル3世の嘆きは深いものだったと言われる。ありがとうございます。